音がいうなは、MTK の企画により、株式会社インターネットより発売されている音声、合成用の音源名、及びそのキャラクターである。ライブラリーには、声優の田中愛美の声が収録されている。2016年7月30日に、ヤマハによる、製品、ボーカロイド用の歌声ライブラリー、ボーカロイド4ライブラリー音がいうな V4、2017年4月20日には、 AI 開発の話し言葉用の音声合成技術、A トークを利用した文章を読み上げ、ソフトウェア、音がゆなトーク X が発売された。それぞれパソコン上で、歌声や話し声を合成することができる。ボーカロイド用歌声ライブラリーである、ボーカロイド4ライブラリー音がゆな V4、発話用ソフトウェアである、音がゆなトーク X、音声素材集である、 オトがいうなキュートブースターが発売されている。天竜浜名湖鉄道天竜浜名湖線にて、2019年7月より、オトがいうなのラッピング車両が運行されている。ボーカロイド4ライブラディオトガがいう V4 は、ヤマハの歌声合成技術、ボーカロイドに対応したボーカル音源で、パソコンでメロディと歌詞を入力して、歌声を作成できる。エンジンのバージョンはボーカロイド4。シュガーと、 スパイシーの2種類の性質を含んでいる。クロスシンセンスによって際立つ2つの声のメリハリ、グロールなどボーカロイド4の機能を活用できるライブラリーである。ブレス素材17種、掛け声などの音声素材を約140種収録している。また、これらの製品のユーザー向けに追加音声素材集、音がゆなキュートブースターをダウンロード販売しているボーカロイド4エディターを同梱した。 ボーカロイド4ライブラリーオトガイウナ V4 ボーカロイド4エディターも販売されている。シュガー性質は甘く可愛い。子供らしい声で可愛らしい楽曲に適する。スパイシー性質は元気で力強い。勢いのある声で鋭く、シュガーに比べて少女的。オトガイウナトーク X は AI 開発の音声合成技術である A トークを利用している。 動画などのナレーションに使用するほか、ボーカロイド製品と同じく声優の田中愛美の声を音源としているため、ボーカロイドを用いて制作されている楽曲の中で、ボーカロイドで再現するのが難しい、掛け声をこの製品で合成した音声を使用するなど、創作の幅が広くなる。ボーカロイド4ライブラリー音がウな V4、または、音がウなトーク X のユーザーに対して、 ダウンロード販売されている。上記に製品の付属とは異なる、音声素材7カテゴリー200種類、それぞれの種類に、原則3パターン以上の音声素材で、16ビット 44.1kHz モノラルと16ビット 22.05kHz モノラルを WAV ファイルで、それぞれ684ファイル収録している。2020年12月11日には、 ボイスロイドシリーズ版が発売。前日の音がガうなナトーク EX の A トーク自体のアップデート版という位置づけである。頭にはうなぎをかたどったおたまんぼうをかぶっており、製品ごとに違う服装をしている。音がガうなナが曲に使用されていることが明記された主な音楽 CD。天浜線音がガうなナとコラボ19年夏。 ラッピング車両運行静岡新聞アットエース。2019年5月20日閲覧。ABCD、ボーカロイド4、音がゆな V4 株式会社インターネット。2019年1月19日閲覧。AB、キュートブースター音がゆな公式サイト。2019年1月19日閲覧。AB、うまるちゃん役、田中あ美みの声を使った、ボーカロイド、 音がいうな登場、AV ウォッチ。2019年5月19日閲覧。ABCDE、アバーオ音がいうな公式サイト。2019年1月19日閲覧。AB、ボーカロイド4、音がいうな V4 株式会社インターネット。2019年1月19日閲覧。ありがとうございます。